おはようございます。ジャン君、パンちゃん。パンちゃんいい顔でこっち見てたね。さあ今日は日曜日なんですけれども、予定がないのでどっぷり仕事します。ちょっと頑張らないといけない。ここで頑張らなきゃね、男が廃るよね。男でも女でもいいんですよ。仕事しなきゃ。ちゃんと仕事。あ、今日はね、神社に朝ちょっと早く4時半に散歩に出たら真っ暗で怖くてですね、どこも見えない、この街すごいと思った。明け方の前の闇が一番深いんだなというのを知りました。なので明日以降はもし早起きしても5時以降に、散歩に出ます。じゃないとね、すごいよ。そしてそのまま神社まで行ってきたけど、神社に行ったらなんかね、体中が震えた。なんかブツツツツツツってなったのは神様降りてきてたのかもしれないね。やばいとこ行っちゃったよ。ということで、なんだっけ、すごい近くの、小さな神社には10円を出してですね、仕事来ました、ありがとうって。そこの神社には仕事をお願いしてなかったような気がするんだけど、まあお礼をしてましたよ。大きいとこに、ちょっと行けなかったけどちょっとなんていう の、 あのお化けの怖さとは違うタイプの、もっとなんかそこの方から怖い感じ、ゾゾッとする感じがあったよ。